こんにちは。今日はですね、もうライリーくんもこのかぼちゃのふかふかで寝てる通り、もう9月も中頃ということで、じゃーん、1個買ってきました。30分間でね、買い物してきました。こんなにね、試着室とかテキパキ着替えたことはなかった。まずはこちら、じゃーん、ティティ&コーです。じゃ、まず1つ目がじゃーん、チェックのね、ワンピースを買ってきました。 S サイズと M サイズがあったんだけど、私は S サイズにしました。ちなみに私のもし体のサイズどのぐらいなのかなって気になる方がいたら、ちょっとこの辺に動画貼っておくので見てみてくださいカサカサ。まず1つ目がこちら、チェックの、赤チェックのワンピースです。これね、3色ぐらいあったんだけど、七分袖ぐらいですかね。これ中は、裏地はついてないんですけど、秋なので透けることもないです。そして2個目、じゃーん、ピンクのトップスです。ここのね、ファーがね、取り外しできるんだって。すごいふわふわでね、すごい気持ちのいいファーです。取り外しはできるんだけど、ちょっとボツボツが、こんな感じで折り返したりすれば全然目立たないかも。でも私的にはもうこのファーがね、気に入って買ったので、ファーはだいたいつけたまま着ようかなと思ってます。この後ろのところにこうリボンがついてるので、首の後ろで留めます。すごく秋らしいカラーのトップス、こちら。元は4,990円なんだけど、3,000円で買いました。半袖だからね、こんな感じでレイブンクローって感じしない？かわいい。店員さんに聞いたんだけど、こういう黄色はスカートとかを明るい色でもね、暗い色でもどっちでも着れるから合わせやすいですよって教えてもらいました。ライリーのじゃないんだよ、これは。ライリーいつも服嫌がるじゃんね。はい、そしてじゃあ2個目がすごい好きなブランドで、春とかも買ったし、読み方が難しいんだよね。最初ね、ソンズデモードだと思ってたら、トランテアンソンドゥモードです。こちら、じゃーん、これはね、ワンピースです。あの、半袖なんだけど、でも生地は秋の生地で、少し分厚いので、まあ、9月にぴったりかなと思います。襟もう取り外しできます。こんな感じ、大人っぽくなりました。これもね、 S サイズです。だいたいちょうど膝ぐらいの長さかなと思います。かわいいよね、この柄。じゃあ、まあ、ダズリンです。じゃーん、これシンプルなんだけど、すごいかわいいなと思って、黒っぽいのと、あとグレーがあったんですけど、と黒にしました。袖のところと襟のところがレースになってます。袖のところがね、ちょっとキュッとなってるの、黒だからね、すごいキュッとね、引き締まって見えた。だけどここにレースになってて、白が入ってるの で形も可愛いから、可愛いんだけど引き締まって見えました。これは膝のちょっとだけ上ぐらいかな。襟が可愛いよね。で、靴が最後に2個。まず1個目が、じゃーん、こちら。これはね、L サイズです。私、足の横幅が広いので、ちょっと、その上下は緩かったんだけど、L サイズにしました。足のサイズ 23.5 ですね。ここが気に入りました。あともう一つが、ショートブーツ。よくあるもんだと思うんだけど、やっぱこういうのが一番服にも合わせやすいかなと思って。あとね、ダズリンの靴ってすごい可愛いのが多いんですよ。サンダルもそうだったんだけど、結構売り切れちゃって、ZOZO タウンでわざわざ注文したものとかもあったし、てかまあダズリン自体も人気なんだけど、その中でも靴なり人気が高いと思う。で、こっちは私の足の横幅でも結構入ったので、これは M サイズにしました。なんかね、すごい歩きやすかったよ。じゃあ最後に全部着てみたいと思います。どうぞ。
ということで、今回は秋服の購入品を紹介しました。私は春夏秋冬の中で秋の服が一番好きです。ぜひちょっとでも参考になったら嬉しいです。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので、ぜひぜひ概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。